ドラゴンクエスト9、星空の守り人、実況者は DAL デダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。さて、では7つの果実をとりあえず集めましたので、天使界に一度戻りたいと思います。この天使の果実って言ってるけど、あ、女神の果実か。明らかによろしくない果実だよね、これね。悪魔の果実って感じがするけど。おお。出たー出たー、いざやる、久しいな、誰。そうなんだよ。そう、師匠なんだよね。落ちた女神の果実を探していたのはお前だったのだな、ダル。ガムシですか？そうですか。女神の果実は私が天使界と届けよう、サーダル。いや、なんか嫌な予感するな。いいえ。いいえ。いいえ。あったあった。はい。なんか嫌な予感がするな。さすがだな。お、全部集めたんだ。イザヤールよ、ご苦労であった。はっ。ほら、出た。私に歯向かう気だな、もちろん。おお、まさか、イザヤールと戦闘することになるとは思わなかったな。そうか、一人なのか。何？弟子が師匠に逆らうことは許されない。それが天使のことだ。これは死亡フラグだな、これこそ。おお、間違いない、死亡フラグだ。あわあわしすぎだ、黒ギャル、落ち着け。さらばだ。そうか、やはり黒幕か。まさかのパターンだったな。でもイザヤールとはだとはな。おお、この機関車によく並行して、すごいね。おお、なんか魔物らしい魔物が。ゲルニック少年。おお、おお、滅相もないこちゃんに用があっただけです。たまたまですよ。とはいえ、我々が完全にはあなたを信じていないのも事実。心配せずとも、心配せずとも果実は手に入れた。おお、それは素晴らしい。では次はこちらに手を貸していただきましょうか。ドミールの地を目指します。そして空の英雄を亡き者に。我が帝国が誇るこの闇竜、バルボロスも力に満ちていますよ。おおおおおお、最近アフレコハマってますね、マリオ RPG のせいで。おお、すげえ、ダークネスボール。ドミール、空の英雄。おお、黒ギャル頑張れ。失礼。さあ、落ちちゃったか。うん。なんとか耐え忍んだみたいですね、でもね。うん。ふぅ、失礼失礼。大丈夫？こうなったら、でべし！早く助けなきゃ。なんでみんな見てるだけなの？いいよ、それなら僕が助けるよ。どうしたんだろうね。よそ者には厳しい村なのかな。大丈夫か、ベジータ。武空術で飛べばあんなの。あ、そうか、気を失ってたから。
よかったよかった。僕の名前はティル。ついさっきのことだけど、黒いドラゴンね、よく川の中だったね。本当によく助かった。おじ、村長さん、なんかあるんですね、この村は。この村の事情があるんですね、やっぱり。夜に教会ね、了解した。きっとなんかあったんだな。それを解決しなきゃいけなさそうですね、どうやらね。じゃあもう早速ですけど、夜にしちゃおうかな。教会がここで、INN はどこだ？あった。小さな村だけど、妙に立派な INN だね。愛と信頼の？あ、違うね。休む。後ろに宝箱があるとね、ついついね。ついつい。さあ、じゃあ行ってみましょうか。寄り合いって言ってたけど、黒いドラゴンのこと、お主がこのナザムに落ちてきた何か関係がある。あるね。そういうことですね。大体よそ者の言うことだ。お主があの黒いドラゴンの仲間であるという可能性を考えねばならぬ。なるほど。よそ者だからだ。あの黒いドラゴンはドミールの方角へ向かったように見えたが、彼の地にいるという空の英雄グレイナルならいざ知らず、ただの人間に何ができる。グレイナル、空の英雄か。彼と会わなきゃいけないんだな、多分な。暗いドラゴンか。このグレイナルっていうのに会いたいですね。ドミル火山に行くには村の西、底なしの谷、竜の門を越えなきゃいけない。なるほど。じゃあ行きますか、早速。せっかちすぎるか？もう少し話聞いていった方がいいのか？もうね、冒険したくてしたくてたまらないんですよね。先に住みたくて住みたくて。本棚見ましょう、米半端ないんで、ちょっと探すか、本棚。一応ね、裏では見てるんだけどね。エルシオン学院だったっけな？エルシオン学院のとこ全然見てないんで、あそこを見てこようかな。裏で見とこうかな。まあ、防具とか別にそんなに頑張って揃えなくても大丈夫だと思うんだよね。ミリア確かに20くらい上がるけどさ、防御力200あるか別にいいと思うんだ。7とか5しか上がらないならいいだろう。なんとかなるだろう。自分は攻撃でなんとかするよ。武器職人。あ、ここら辺は問題なさそうですね。武器はね、なるべくいいもんつけてるからね。ドラクエは武器ゲーだから。悪魔のタトゥー。よく川に。無機的に明らかにおかしいよな、この辺に落ちたのに。まあ、そこは突っ込まないでおくか。さてと、彼、ティルに会いに行った方がいいんじゃないかと思ったんだけど、ティルがいないんだよな。まさか、西行っちゃったのか？竜の門に。東ナザム地方か。西な。こっちかな？いや、左上の方だったかな？ん？あ、ぽいですね。正解っぽいですね。お、レッサーデーモン。赤の悪魔。竜の門、これですね、まさに。竜の門が開くとき、それは光の道が現れしとき、竜の門の前に立ち、何時光の矢で空を射抜け、さすれば道示されるだろう。そんなアクションないよね。ないね。ないね。ティルに話しかけないと多分ダメなんだな。
ナザム。どこにいるんだろう。またじいちゃん。レベル15を超えた僧侶様。おう。防御時に30回。うわ、結構難しそうだな。今多分ミッション受けてないよね。もうミッションが満杯なんだよな、多分な。受ける。が、しかし余裕がない。やはりそうか。ミッションは、クエストはクリアしていかないとダメなんだな。どこにいる？いないよね、ティルが。ティルがいない、ティルが。あ。あ、残念。どうしましょうか。ほう、よそ者の男を村の娘が連れてきよって、その男のせいだと言われておる。じゃがその男には翼が生えていたのだという話もあってな。天使だね。とりあえずセーブしとくか。だいたいどこも見て回ったよな。とりあえず INN か。 INN にティルがいるかもしれないから。銀融詩人だ。この村に住む者はかつて英雄を守る民と言われていた。西のドミール火山の空の英雄グレーナルのことでしょう。ほう。そこに行かなければならないんだよね。が、しかし。こっそり買っていってね。ありがとう。まあでも買うものは特にないだろう。ティルはイズコ。めっちゃ酔っ払ってんな。あー、ティルがいないな。よそ者には本当に冷たいね。とりあえず朝にしてみようか。そしたら、おおいたー。でも先に宝箱。いやいやいや。村の女の人がよそ者を連れ込んでひどい目に遭ったから。あの黒いドラゴンを追っかけてもまたやられちゃうかも。そうだ、ドミールにいるグレイナル、そう、会いに行きたいんですよね。ナズムの言い伝えを僕がアダルさんに教えてあげる。そう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 、まさにそう。ゾウの見守り基地っていうのはここからずっと西にある魔獣の洞窟って呼ばれるとこで、もその洞窟の入り口は封じられていて、それを解く方法はわからない。これは結局わからなかったか。結局わからなかったか。じゃあ皆さん、あ、ですか。ですかですか。これは失礼した。お、出た。そう、見えるんですよ。私の名前はラテーナ。ナザム村に置いてきてしまった大切なものを見つけてほしい。守護天使の像、足元を探して。ここにまた来なきゃいけないんですね。そしたら、じゃあルーラでヒャッと行って、お、いい時間だね。そろそろ終わっておきたいとこだね。とりあえずもう少し行こうか。天使像が確かこの辺にあったよね。これそうでしょ、多分。
なんかあるかい、黒ギャルさん。何もない。しかし何も見つからなかった。違うな。この守護天使様の像がどうかした？そう。なんか知らないかい、ティルよ。あのさ、僕前から思ってたんだけど、僕が行った町だと守護天使様の像ってとっても目立つところにあってみんな大事にされてたよ。なのにこの村じゃこんなところでほったらかし。だからこの像も本当は別のところにあったんじゃないかな。もっと綺麗でもっとみんなが集まるところ。なるほど。ティルがヒントくれますね。まさか象の場所が映されているとはね。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。